はい、ミネーナさん、お久しぶりです。シンガでございます。本当にね、1週間以上ぶりぶりですかね。かなりちょっとね、案件もそうなんですけど、案件とツイッターの案件と、まあいろいろちょっとお手伝いとかしてて、もうほとんどね、先週なんかはね、ほぼほぼ睡眠時間削ってパソコン動かしてたって感じなんですけども、ほとんどねシンセサイザーも触れずまあそんな中ね、世の中、すごいことが起きましたね。サムネイルにもあるようにですね、エイブルトンプッシュ3ですかね、発売されて、全然ね、そんな情報を僕知らなくて、まあ、フォロワーさんから教えてもらって、こんなん出るんやと思ったんですけど、サムネイルだけ見てね、あ、こいつ買ったんやと思って開いた方、ごめんなさい、買ってないですね。というのも、今回の動画は、僕みたいにね、グルーバーたちがね、プッシュ3を買うかどうかっていう話ですね。まあ、僕なんかは、エイブルトンライブとかほとんどね、情報だけ知ってるだけで、僕パソコン使わないんで、音楽制作で。まあ、どんなものか知ってるっていう感じですね。で、まあ、ぶっちゃけね、音楽始めたばかりの人がね、エイブルトンライブ使ってますって言って、もう1ヶ月後ぐらいにはね、かなりハイクオリティな曲を、ね、テクノぐらいのトラックだったらね、こんなん作れんのっていうぐらい作っちゃうものなんで、ぶっちゃけね、悔しさ満点って感じなんですけどね。まあそんなエイブルトンライブが、スタンダーローンで動かせて触れるよっていうことなんですけども、待てよと、それってもうグルーブボックスの究極進化系じゃんと思ったわけですよ。なんで、僕みたいにね、MC707 ってプチエイブルトンライブみたいなもんじゃないですか。まあ、全然違うよと思う人もいるかもしれないけど、なんかシステム的には似てると思うんですよね。で、そのエイブルトンライブがグルーブボックスって言い方もないですよね。もうほんとワークステーションですよね。ワークステーションとなってボックス化して、発売されたっていうことなんで、ついにここまで来たかと。あと、いつもね、707触ってて思うことは、この次一体どうなるのっていう話なんですよ。で、思ってたことが、現実になったのかなっていう。まあ、もう、なんだろう、最終進化を迎えたっていう感じですよね。まあ、それがローランドさんではなく、まあ、違うメーカーから出たという形ではありますが、とはね、言ってもですよ。言ってもですね、僕は、買いませんっていう結論をもうすでに出してますね。っていうのも、僕、これ言い訳じゃないですよ。負け惜しみでもないですけど、このね、チャンネルをずっとやってきて、やっぱりね、ハードの楽しさ、その厳密に言うところのハード、プッシュ3もハードじゃんって言われたらそれまでなんですけども、ほとんどね、パソコンじゃないですか。
ね、なんでそのハードの楽しさ、ハードの制限の中でやる楽しさっていうのをまあ配信、発信してきたつもりなんですよね。しかも、頑張ればお小遣いを貯めて手に入るぐらいの価格帯のものをまあ紹介してきたんですよね。なんでね、ちょっとね、プッシュ3なんかもね、数十万するじゃないですか。あれを買って、楽しいと思うんですよ。1台で作り込んでね。多分いろんな、ね、プラグインとかも後から入れられるでしょうし、楽しいと思うんですけども、ちょっとね、僕の YouTube チャンネルとは方向性が違う。申請まあ機材だなというところでですね、僕は買いません。触ってみたいは見たいですけどね。あの瀬戸康史さんの動画とか見るとね、すごくね、初見のね、なんだろう、驚きから動画にされてるんでね、面白く見れたんですけど、まあ一度は触ってみたいですね。で、どんなね、音を奏でていけるのかとかね、自分好みの曲とか作るにあたってはどんな感じになるのかとかね、やってはみたいんですけど、まあ、それぐらいだったらね、素直に PC 版を買えばいいじゃんっていうね、話になるんで、いいかなという感じでございます。で、もう一つありますよね。まあこれはちょっと余談ですけど、ローランドの、アイラコンパクト S1 ですかね、 SH101 のミニバージョンも、この前やった配信ではね、買いますなんて僕言いましたけど、多分買いません。まあなんでかっていうとですね、個人的にね、もういいかなって感じします。あの大きさで、ちょっとね、階層入んの嫌なんですよ。階層っていうのは、シフトボタンを押してなんちゃらってやつですね。シフトボタンを押してどうのこうの設定グリ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 いじってっていうのをもうね、ちょっと疲れたっていう感じなんですよね。別にディスってるわけじゃなく、僕はね、ちょっと疲れたっていう感じですかね。あとあのちっちゃいつまみにちょっともういいかなって感じですね。やっぱりね、先日買ったこのドラムブルートインパクトとか重くてね、場所もなんだかんだ言って取るし、あれなんですけど、やっぱりね、こんくらいのなんだろう、つまみいじりたいんですよ。なんでちょっと、ここ最近欲しいシンセとか紹介できるようなのはないんですけど、もうね、プッシュ3みたいな、まあ707があって、プッシュ3みたいな、ね、ああいうガジェット、シンセって言ってみましょう、シンセサイザー、ワークステーションが出て、もう当分、ちょっとね、こっちのデジタル系はね、どうなんかなっていう部分もあったりとかして、もうなんかね、やれることが多すぎちゃって、ほんとね、1分1秒早く曲、トラックを作って、ガンガン埋めていきたいっていう僕にとってはね、ちょっとね、なんだろう、時間取られるだけみたいになっちゃってね、もっとね、つまみ、もうほんとインターフェース全部つまみでね、表にね、パラメータ全部出ててね、液晶表示はね、なくて、7セグだけついてるぐらいのね、やつがね、最近はめっちゃ恋しいですね。なんで、もしかしたら、そっち方向に、
シフトしていく可能性もあるかなって考えてます。とはいえですね、ちょっとね紹介してない小ネタとかがねいくつかありますので、当分そこら辺の小ネタ等を紹介しつつ、またね、名目が思いつかないですけど、梅雨シーズン到来、ライブ配信したいと思いますんで、またぜひぜひ遊びに来て、みんなで酔っ払いながらくっちゃべりたいと思ってます。ではまた。